こんにちは、こんばんは、サリノです。宮崎空港に着きました。すごい、出てすぐにアイスとジュースのスタンドみたいなところがある。美味しそう。南国っぽい、食べたくなっちゃうな。ここから2週間ぐらい宮崎県に滞在したいと思います。とりあえずバスに乗って、この期間中お世話になるところに行かないといけないので。起床時間が長い宮崎県だからなのかな。時計が太陽になってる、かわいい。来ました。すごい、もう南国感があります。こちらが今回の宮崎滞在で拠点とさせていただいた青島エリアです。ワイワイ賑わっている宮崎市内中心部からはちょっと離れているんですけど、その分ゆったりと過ごせる素敵なエリアです。とにもかくにもお腹が空いては何もできないということで、駅前にあるこちらの釜揚げうどん岩見さんに行きました。食券制だったので入ってすぐのこちらでね、メニューを確認します。と言っても注文するのは宮崎県の郷土料理釜揚げうどん一択です。あと同じく郷土料理の魚寿司もこちらのね、岩見さんはすごく美味しいと評判らしいんですよね。1貫から頼めたのでせっかくなんで2貫頼んでしまいました。食券を渡して席についてお茶を飲みながらゆっくり待ちます。そして出てきたのがこちらです。いや、もうすごい豪華なセットじゃないですか。こんな綺麗なまとまりを見せてくるなんて全然思ってもなかった。この綺麗な麺をこちらの出汁につけて食べます。宮崎の麺って多分他と比べるとやわやわな感じだと思うんですよね。麺自体もすごく細くて、この出汁によく絡む感じ。しかもこの出汁は九州醤油味のある甘みの強い感じで、癖になる美味しさだなと思いました。あ、そしてこちらが魚寿司です。これもね、甘かったんですよ。びっくり。この釜揚げうどんとセットで食べることを想定されてるからなのか、かなり味付けがしっかりしていて、満足感のある美味しさでお腹が膨れました。続いて青島でちょっとお茶したいなっていう時におすすめしたいのが、こちらの青島ブックス&パインアップルです。こちらは今回滞在させていただいたシェアハウスの催し物にオーナーさんがいらしてて、それでねご縁あって遊びに行かしてもらったんですけど、いやね、めっちゃ行ってよかったんですよ。まずさ、もう見た目からしてさ、おしゃれじゃん。いいもの出てきそうだなっていうのは見た目からして間違いないんですけど、そもそも昭和42年から続くパイナップルの卸売業者さんが倉庫だった場所をリノベーションして作ったカフェらしいんですね。ここで飲めるパイナップルジュースがめっちゃ美味しかったんですよ。あ、メニューがこちらですね。まあね、パイナップルジュース、お値段はそんなに可愛い値段ではないんだけども、これはね、出してよかったね。しっかり注文を済ませまして、奥に進むと本棚がこんな風にたくさんあって、ゆったりと過ごすことができます。このさ、席も可愛くないですか。一人でもすごく居やすいですね。女性の店員さんもすごく素敵な方で、好きな席座ってくださいって気を使ってくださいました。そして私が食べたのがこちらです。パイナップルジュースとカトルカールを頼んでみました。もうさ、可愛くない？見た目が嬉しいよね。そしてさ、このカトルカール、一個一個単品でテイクアウトでも売っていたんですけど、お皿に乗せてソースをパパってかけてくれる、このひと手間が嬉しいですよね。そしてね、何よりこのパイナップルジュース、本当にパイナップルを食べてるみたいな感じだったの、すごい美味しかったです。このカトルカールも濃厚なパイナップルジュースと相性がすごくぴったりで、素朴な感じの味わいなのがまたね、すごく良かったです。この日行った時は閉店間際に入ってしまったので、本当はね、朝早く行ってゆったりゆっくりできたらよかったなって思いました。食べ物の紹介が続きましたが、ここからはしっかり観光もしていきます。というのも、宮崎が好きで移住まで決めたフォトグラファーのめぐみさんとお知り合いになることができまして、今回車を出してくださったんですね。
宮崎って南の方にすごく素敵な観光地がたくさんあるんだけど、どうやって行こうか考えてたんですよ。もう連れてってくださるということで、お言葉に甘えてしまいました。そんなコーナーでとりあえずまずは青島神社に向かいます。青島神社の島に渡るこちら弥生橋の手前には幸せを呼ぶ黄色いポストがあります。ちょっと見た後はこちらの弥生橋を歩いて渡っていきます。こちらは長さ120メートルほどの橋なんですけれども、干潮時には鬼の洗濯岩と呼ばれる岩場が周囲に現れます。海もすごく綺麗だから独特な色味が広がっていて感動しました。すごい、海水が溜まってるところの色が違うようになってる。綺麗。青島神社に着きました。朱色がすごく綺麗で眩しいです。青島神社、元い青島はその島全体が熱帯亜熱帯植物の群生地として国の天然記念物に指定されています。貝殻が集まって出来上がった島でもあるので、一歩一歩歩くと貝殻を踏みしめる音が聞こえてすごく幻想的じゃないですか。奥に進めば進むほど特徴的な自然も増えていって、空気もどんどん澄んでいくような気がして、なんと言いますか、心が洗われるようでした。そしてこちらが参拝できる中で最奥の本宮です。こちらの本宮は青島の中心に位置していて、周辺は弥生式土器や匂い玉などの出土が多く、古代祭祀が行われていた場所と言われています。願い事がそれぞれ異なる5色の小よりを木に結ぶ結び小よりがあったりとか、見どころもたくさんありました。お参りの後はドライブです。こちらは少し南の方に進んだところにある道の駅フェニックスというところなんですけど、なんかもう景色もいいし、こんな大きな木もあったりして、ちょっと休憩です。明日バイスにしてみました。どの味にするか迷ったんですけど、明日葉が食べたすぎてこれにしてみた。いただきます。抹茶だ、抹茶アイスでした。あ、でも美味しい、優しい味の抹茶アイス。他にはこちらの野島神社に寄ったりして、大きな木を眺めたりしたり、そんなゆったりとした宮崎観光を進めています。この大木もすごいよね。あー、かわいい、カラフル。そして見てください、かわいくないですか。こちら日南市のトトロです。貸し出し用の傘もあったりして、めぐみさんが写真を撮ってくれました。つぶらな瞳がかわいい。すごーい、真っ黒コロスケもいる。かわいい、結構どっしりしてる、石でできてるみたいです。かわいい。続いてやってきたのがこちらビビン屋さんです。お昼ご飯を食べます。居酒屋なのですがランチ営業もされていて、水揚げされたばかりの海鮮素材で作るオリジナル料理をはじめ、郷土料理などを食べることができます。ちょっと混んでたんですけど、回転率がすごくいい印象で、4人で行ったんですが、少し待つだけで入れてもらうことができました。とりあえず定食を選んで、時期的に伊勢海老があったのでみんなで頼むことにしました。こちらです。すごい、伊勢海老の作り、はい、こちらお刺身、すごい美味しかったです。一人旅だったら絶対注文しないから、今回の特別感がすごいです。そしてね、明らかに食べ過ぎなんですけど、みんなの力を借りてこちらの魚うどんも頼んでみました。これね、宮崎の郷土料理なんですって。なんか食べてみたら、かまぼこのうどんみたいな感じで、魚だった。すごく不思議な感じの料理でした。そうこうしている間に目の前に料理がすべて揃いましたね。お盆に乗ってたんですけど、ちょっと机の上に乗り切らなかったので、お盆はお返ししてみんなで黙々と食べています。私が食べてるのが確かマグロの竜田揚げ定食だったと思います。ボリュームたっぷりですごく美味しかったです。やばい、なんか魚うどんに圧迫されて全然動画とこの喋りの尺が合ってないですね。とにかく美味しいお昼ご飯を食べたんですけど、個人的に一番美味しかったのはやっぱり伊勢海老です。しかもお刺身を食べた後はこんな風にお味噌汁にしてくれたんです。これもすごい美味しかった。お昼を食べた後はどんどん南の方へドライブしていきます。こんな感じで時々ダイビングスポットになりそうな海を見たりして、すごい気持ちよかったです。
油津駅に寄り道です。見てください、すごい真っ赤なの、カープ色かわいいです。こちらの油津駅、広島東洋カープの春季キャンプ地であるらしくて、2018年にこちらのカラーにね塗り替えられたらしいです。あ、なんか特に売店とかそういうのがあるわけじゃないんですけど、この見た目でもうかわいい。ここです、宇土神宮に来ました。広くてどこから見たらいいかって感じですね。すごい、なんかもう目の前に広がる景色が再度高いもんね。宇土さんと親しみを込めて呼ばれることもある宮崎県南でとても有名な神社、宇土神宮。目の前に広がる太平洋の青と空の青、続いていく朱塗りの色鮮やかさ、もう本当に日本で指折りと言っても過言ではないほどの綺麗な場所だなと思います。でね、この宇土神宮のご本殿がこの階段を降りた先の洞窟の中、今左手に見えるところにあるんですよ。早速行ってみます。参拝します。すごい、結構暗くてでもなんか静かで、すごい雰囲気がある感じです。こちらのお父岩は主祭神の母である豊玉姫の伝説がある岩なんですが、こちらから落ちる聖水で作られた飴が売られていたりとか、結構ね由緒正しい信仰の拠り所です。結構暗くて雰囲気がありますよね。出ていく時もこうやって日差しがファって入ってくるようになっていて、すごく厳かな雰囲気でした。絶対こういうの ちゃんと当たらないタイプだけど、やってみようと思います。よし、こんな感じで宇土神宮楽しんできました。もう終始景色が良くって本当に素敵な場所でした。余談ですが、宇土神宮では至る所でウサギに出会うことができます。撫でると病気の完治や開運などの願い事が叶うと言われている撫でウサギさんもいれば、ウサギをモチーフにしたお守りや御朱印帳などもあって、ウサギとか可愛いものが好きっていう方にもすごくぴったりだなと思いました。サンメッセに中南に来ました。モアイ像です。こちらのサンメッセにちなんどういった場所かと言いますと、世界で初めて現地から本物のモアイ像が送られた場所です。ことの経緯としては、日本のモアイ修復チームが1992年から3年かけて倒れていた15体のモアイを立ち上げた奉仕と友情に対して、ラパヌイの長老会と島民が復元することを許可してくれて、高さ 4.5 メートルにも及ぶかなり巨大なモアイが7体も並ぶこの景観ができました。こういう世界と日本のつながりだとか歴史みたいなのを知れると、日本に生まれてよかったなとも思うし、ちょっと嬉しい気持ちになるのは私だけでしょうか。一人佇んでいるモアイがいると思ったら縁切りモアイだった。いやー、たっぷり観光しました、楽しかった。ということで最後はこちらの秀丸さんで晩御飯を食べて終わりにしたいと思います。こちらの秀丸、青島駅青島神社周辺にある定食屋さんなんですが、地元の方々からもかなり人気のようで、夜は基本予約でいっぱいみたいです。この日は夜の営業開始とともに伺ったので、すんなり入ることができました。そして注文したのがこちらです、天ぷら定食。いや、本当はチキン南蛮とかにしようかなって思ったんですけど、周りのお客さんがみんな天ぷら定食頼んでて、すごい美味しそうだったから頼んじゃいました。少しですがお刺身もついてくるんです。すごいお得じゃないですか。はい、ではいただきます。ということで早速食べていきましょう。まずはね、お刺身から。いやさ、そんなに肥えた舌をしてはいないんですけど、海が近い旅行先で食べるお刺身って漏れなく美味しいですよね。このお刺身も3切れしかないですけど、本当に一口一口が幸せだった。そしてこちらの天ぷらですよ、メインです。これもね、なんかサクサク具合と中のしっかり度合いっていうのかな、すごいバランスがよくって、青島そのものが観光名所なんですけど、そこに住んでいる地元の方がおすすめするって言って、納得の味だなと思いました。お味噌汁とかお漬物もしっかりついててね、これも美味しいんですよ。はい、ということで宮崎 Vlog こんな感じです。
今回は旅先で素敵な出会いがあったおかげで、いろんなところに車で連れて行ってもらうことができました。普段だとね、暮らすように旅行してるからさ、食べ物ばっかり紹介してるみたいな感じになりがちなんだけど、今回はかなりバランスが良かったんではないでしょうか。宮崎県の青島、本当におすすめできる素敵なスポットなので、マリンスポーツがお好きな方はもちろんだし、綺麗なものを見たいとか南国っぽい雰囲気が好きっていう方にもおすすめしたい場所だなと思いました。意外と東京から宮崎までも飛行機を使うと結構ね、ささっとパパッと楽に行けたりするので、密を避けるって意味でも穴場なんじゃないかなと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。ここもおすすめとかあったらぜひコメントで教えてください。今後もこのチャンネルでは旅に関する情報や旅の Vlog などを上げていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。すっごく美味しいマンゴーパフェとか、 3,4 回ぐらいおかわりしたチキン南蛮定食とか、まだまだ紹介しきれてない宮崎グルメがたくさんあるんですよ。宮崎グルメだけを紹介する需要があるのかわからない動画を編集しようかなとか思ってて、どうしましょうね。